横浜一丁目にある江戸東京博物館大ホールで、葛飾北斎が生きた時代を描いたミュージカルが、今月14日と15日の2日間にわたり上演されました。このミュージカルは、すみだ北斎美術館の開館をきっかけに、2016年から始まったアートプロジェクト、隅田川森羅万象墨に夢の今年度のプロジェクト企画に選ばれたイベントの一つです。絵画の世界では世界一有名な日本人とも言われる墨田区出身の葛飾北斎の生き様を通して、若い世代をはじめ大勢の人たちに日本が誇れる伝統芸能を広めようと企画されました。物語の舞台は北斎が生きた江戸末期、生涯筆を握り続け多くの名画を残した北斎の晩年の姿を描きつつ、北斎と同じ時代を生きた江戸の人々の生き生きとした生き方や人生観が、歌ありダンスありのミュージカルで描かれています。主役の北斎役は、劇団四季の在籍経験もある舞台俳優の柳瀬大輔さんが務めたほか、ミュージカルの進行を講談師の神田すみれさんが務めました。また今回のミュージカルは墨田区民ミュージカルと銘打って、地元墨田区の子どもたちがキャスティングされているほか、北斎を面白おかしく学べる活動をする学芸人の葛飾太めギョロメや、江戸時代の消防組織町火消しを今に伝える江戸消防記念会で墨田区地域を受け持つ第6区6番組が出演し、木遣りを披露するなど、墨田区の歴史や文化を取り入れ、そこに住む区民が力を合わせて作り上げました。ミュージカルの楽しさ、それから北斎のことを皆様にお伝えできるのが一番の目的でございますので、これから再演を繰り返し野望といたしましては、ぜひヨーロッパ公演に行きたいなと思っております。私たちの誇りである伝統芸能を世界中の皆様にご紹介できたら嬉しく思っております。はい、取材は初日に入ったということですが、客席は満員、年齢層もご年配から子供まで幅広い方が見にいらして、最後は万雷の拍手が出演者へ送られていたということです。